谷口良明は長崎原爆を体験した被爆者の一人。1929年に福岡県で生まれる。被爆により大火傷を負った谷口良明を撮影した報道写真1929年1月26日、福岡県か谷郡市が島村で谷口家の三人目の子供として生まれる。光が届かない場所を隅々まで照らすという意味を込めて、 住みてると名付けられた。翌年母が亡くなり、父は一人満州に渡り南満州鉄道に就職。両明キラを含む三人の子供は長崎市の母方の実家に預けられる。1943年、富士国民学校を卒業し、本博多郵便局で働き始める。1945年8月9日、16歳の時、 自転車に乗って、郵便物を配達中、爆心地から 1.8km 地点の長崎市、東北座とで被爆。原爆の爆風で自転車は大破し、激しい熱線により背中と左腕に大やけどを負う。そのまま徒歩で 200m ほど先の三菱重工、長崎兵器製作所住吉トンネル工場へ避難し、機械湯で体を拭いてもらうなど簡単な手当てを受け、近くの山へ避難する。 二番過ごした後、道の駅から救援列車に乗せられ、諫早へ赴くも、諫早国民学校の救護所では満足な治療が受けられず、二日後に長与の桃園の親戚の家に運ばれ静養。九月十日頃、治療のため、勤め先の本博多郵便局近くの新興前国民学校に開設されていた救護病院に運ばれる。十一月、 大村市の海軍病院へ移送され、3年7、ヶ月後の1949年3月20日に退院する。しかし、その後もたびたび皮膚の移植手術等の治療を受ける。戦後、原爆によって被害を受けた自らの体験をもとに核兵器廃絶のための活動を続けた。2012年8月8日。 ハリー・エストルーマンの孫のクリフトントルーマン・ダニエルと面会した際に、谷口は服を脱ぎ、被爆で背中などに負った火傷の跡を見せた。ダニエルは、この星に住むすべての人が見るべきだと述べ、核兵器廃絶の決意を改めて示した。谷口は、原爆を投下したのは、戦争を早く終わらせるためだったと聞いている。広島の後、 なぜ長崎にも落としたのかが疑問と話し、被爆の事実を知ってほしいとの思いから服を脱いだ。面会後、ダニエルは心が破れるような思いをしたと述べた。2017年8月30日十二市町入党部、がんにより長崎市で死去。去年88歳。ABQ2014、P15、ABQ2014。 P19 から20、Q2014、P16、ピーター・タウン・ゼンド、チョ、マニワ・ヤスヒト、ワケ、長崎の郵便配達、早川処防百9 8 5年 Q2014、P24 から25、Q2014、P26、Q2014、P27 から28、Q2014、P32 から33、Q2014、 P33 被弾協の谷口良明氏死去反核運動立ち上げ88歳ノーモア被爆者被爆者の谷口さん国連で演説被爆者谷口良明さん死去ありがとうございます